はい、こんにちは、こんばんは、よもぎです。今回は、インスタでリクエストをいただいた泥表記の時にちょっと日本円が分かりにくい、分からないので、調べ方というか、それの私なりのやり方をお教えします。もしかしたらその通貨を変換するアプリとかあるかとは思うんですが、私はアプリ使ってないので、私のやり方を紹介します。簡単です。まずダイヤモンドアートのキャンバスをドル50ドルぐらい、50ドルって書いてるけど日本円でいくらやろうっていう時に、そのページで切り替えられるのであれば全然、こういう風に日本円でね表記されてる、表記されるように切り替えができるんであれば、その切り替えできればね日本円何円ってすぐ分かって簡単なんやけど、その切り替えがないページとかもやっぱりあるので、そういう時はヤフーのアプリでもいいですし、ヤフーのホームページ行ってもらってもいいです。どっちでもいいです。このトップページずっと行ってもらって、この辺にあるファイナンスっていうやつ選んでください。よいしょ。で、この上の FX 為替を押す。で、ここに為替レート計算っていうのがあるので、ここで、50ドルやったらいくらかなっていうのを計算できます。そしたらアメリカの50ドルが日本円で5490円ですよ。その時のレート、何時現在のレートっていうのがあるので、そのレートっていうのは上下しているので、今は5490円でも明日明後日にはこの金額じゃなとは思います。多少ね上下するので何十円か違う、何円かとか違うかもしれないです。今現在こんな感じですよっていうのは分かるかと思います。いきなり何百円も違うってなることはないです。なったらすごい大騒ぎになるんじゃないんかな。私はもう株のことはよくわからないんでちょっとわからないですけど、そこまで大きくは動かないかなと思います。こんな感じで私はいつも調べてます。ユーロやったりいろんなドイツの何？ドイツもユーロかな国によって違うので、こう調べたいところを選択して、カナダドルだったりの、台湾ドルとかいろいろあるので、ここで何本なんやなっていうのを把握しています。はい、お役に立てたでしょうか。はい、ちなみに、モバイル版のヤフーの表記ページの表示が PC 版と違うので、その辺もちょっとお見せしますね。まずはヤフーのページを開きます。で、この上の動く部分があるので、それでこのファイナンスというのを触ってもらって、で、ここの横の3本線タップします。で、動かして FX 外国為替で、スーッと下の方に行ったらここにレート換算するところがあるので、ここで調べることができます。以上です。